はい、皆さんこんにちは、おさきです。今回はおさきのゲーム部屋を紹介したいと思います。はい、ということでですね、以前スタジオを引っ越したっていう動画を上げたと思うんですけど、そのスタジオにゲーム部屋を作ったんですね。ゲームしないのになのでゲーム部屋ってすっごい憧れがあったので、本当にめちゃめちゃ気持ちをかけて作りましたので、結構お気に入りなんですよ。もうなのでちょっとゲーム始めようかなって思うぐらい、マジですごいお気に入りのゲーム部屋が完成したので、皆様にお見せしたいと思います。それではどうぞ。はーい、失礼します。はーい、ということでですね、こちらになります。まあ、ちょっとここ以外はゲーム要素ないんですけど、まあ、ここもうゲームデスクをめちゃめちゃ派手にしちゃいました。じゃあちょっとこだわりの品々を一、はい、つずつ、はいはい、あ、ちょっと電気つけます。ゲーム部屋といえばちょっと暗いじゃん、引きこもりで。本当は夜が良かったね。電気つけるとあの水色感なくなっちゃうので、じゃあまず紹介してていいですか。はい、まずですね、こちら私が座っていた椅子ですね。ガチで大変だったんですよ。2時間ぐらいかけて一人で全部やって、マジでこれ難かったんだけど。ハルトゲームめちゃめちゃやるじゃん、うん、それよりもいい椅子、ねね、ゲームやらないくせにいい椅子買っちゃったっていう。だからそのまま届くと思ったんですよ。全部もうネジめっちゃ多かったからね。へー、マジで大変だったから。まあでもちょっとこれマジ時間かけたから、これお気に入りです、この椅子。これすごいですよ、いくよ。歯医者スタイル、歯医者もできます。リクライニングができるんだね。リクライニングついてるからね、このまま寝れるから。よし、はい。で、何椅子についてた、あ、これですね。これはなんか、うん、なんか水色のものをとにかく買ってたのね、うん、これ用途知らなくてさっき気づいたんだけど、うん、多分ティッシュケースなのこれ。本当だね、さっきかぶるやつだと思ってて、だから、あ、じゃあかぶり物だったらここにつけておこうと思ってつけてたんだけど、ティッシュケースだったっぽい。はい、で次ですね、はい、次はまずカーテン、私最初白だったんですけど、うん、なんか足りないんだよなって思ったらカーテンでした。カーテン水色に変えただけで結構水色感増して、マジで雰囲気作りにおすすめですね。カーテン変えるだけで全然違うんで。でこちらサンリオに行っていっぱい水色のものを買ってきたんですけど、こちらがタキシードサムとシナモンくんを買いました。で可愛くないこの二人。え、お揃いじゃん。お揃いなの、かわいいよね。いや、本当はね、私の推しのクロミちゃんとかマイメロが良かったんだけど、なかったしさ、やっぱ水色に合わないじゃん。だから、この二人にしました。で、これは Bluetooth のスピーカーみたいな。こっから音流れるの。だけど、やり方わかんない。で、これね、ライト、ここについてるんだけど、これね、好きな色にできるの。見てて。何色がいい？じゃあ、紫。おぉ。で、ここのライトもできるんですよね。これ、こうやって。こうすればね、ここも光るから、手元が光るんですよ。だから、まあ、勉強するときとかにね、この机使おうと思ってて。で、これは、ミキ。筆箱で有名な、動物のぬいぐるみの巾着を買いました。水色だったんで、可愛くて買っちゃいましたね。で、この後ろは、この水色のグッズ集めてるっていうことを知って、ハルトくんとママが頑張って UFO キャッチャーで撮ってきてくれた、初音ミクです。可愛くない？すごい頑張ってお金かけてましたよ、ね、ハートくん。ありがたいね。あと、あ、これやばい、これ超有能、これやばいから、これなかったら多分生きていけないっていうぐらい本当に有能。めちゃめちゃ刺せるの、これここも刺せるし、ここにも刺せるし、ここにも刺せるし、裏にも刺せるの。マジでこれ本当に最高だと思う。ゲームする人とか特にさ、いっぱい使うじゃん、ケーブルとか充電器とか。本当にこれ買った方がいいと思う、この充電器、うん、で次こちらスイッチですね。あ、ちょっ、ね、触るなよまあ私は結構こんなにやってるのに、スイッチ勢ということで。このPC デートとかでありません。びっくりした方いると思うんですけど。全然 PC 触れません。やり方わかんないんですけど。スイッチが悪いわけじゃないからね。で、ちょっとこれ黒いのね、このスイッチのあれが。だから、このすみこ暮らしの水色っぽいのをケースに変えました。で次、このキーボード。これすごいよ。こちら、光るんですけれども、まず、これ押すじゃないですか。はい、見て、押したところから、わーってなってくの。すごくない？すごい。ほら、まず楽しい。そして、こちらのね、マウスは一番使わないんですけど、ただもう見せかけ。まあ、
あったらかっこいいよねっていう感じで、なんか置物として買いました。まあ後々パソコンにつなげてできるから。そうですそうです、うん、そしてあこちらモニターは、ハルト君のお下がりですね。使わなくなったモニターをくれました。でこちら、これ結構お気に入りなの。これヘッドホンスタンドなんですけど、これめっちゃかっこよくない？水色に光るの。しかもこれもね、色変えられるんだよね。ほら。本当だ。いろんな色に変えられるの。私はこれ水色にしたんですけど。で、こちらヘッドホン。これウサギのやつですね。そして、こちら。こちらはスイッチのコントローラー。L と R が猫耳みたいになってるの。めっちゃ可愛くない？水色。そう、これも水色なんですよね。かわいい。主に使うのはこれですね。結構、これスイッチと連動してるので、これで、まあ。やるっていう感じで、え、可愛くない？私これめっちゃお気に入りなんだけど、このスペース、そう、このスペースめっちゃお気に入りなの。そしてこちら後ろですね。こちらの後ろ、まずこれ時計です。じゃーん、光らせるとこんな感じ。ね、可愛くない？ちょっとこれ、朝超うるさいの。目覚ましなんだよね。目覚ましなんだけどさ、なんかママが勝手に設定してさ、解除できなくなっちゃってさ、毎朝7時に起こされるの。ちなみに9時もなりますね。しかも止め方わかんないからね、どこのボタン止めたら正解なのかわかんないからね。これ5個ぐらいついてんだけど、ボタンもう全部押すの、とりあえず止まんないから。あとこちら、じゃあゾウさんです。サンリオ、これは違う、これビデオ版で買った、可愛いから買いました。あ、これはね、プラザの購入品紹介で獲得したやつ、獲得した、唯一3個くらい獲得したうちの1つのやつなんですけど、ここでやっと使う場面が来ました。かわいい。そしてこれ、ソフトクリームのなんか光るやつ、これなんかママが買ってくれました。かわいかったから可愛い。あ、でこちらね、私が UFO キャッチャーで頑張って獲得したエヴァのカオルくんのフィギュアですね。なんか水色じゃなかったから、ちょっと隠すように置いてたんですけどっていう感じですね。あ、そしてこちら、壁にはゲームのライトとエルブリーのライトがかかっています。かわいいですよね。これもめっちゃお気に入りなの。あの、結構私もゲーム部屋とか全然作ったことないんで分かんなかったんで、いろんなゲーム部屋調べてたんですけど、本当にいろんな人こういうライトをめちゃめちゃ使ってたので、やっぱライトといえば、まあ、ゲームって感じするじゃん、光ってると。でも他にもまた届くんでしょ。そう、まだ届くの、ライトだけど、ちょっと早くみんなに見せたすぎて届くのを待ちきれないくて紹介してたんですけど、まだまだね、ちょっと増える予定なんですよね。あれ、ゴミ箱もすいません、ゴミ箱、こちらハンギョドンのゴミ箱ですね。かわいそう、見てるこっち怖っ怖いからさ、卓上に置いとくと怖くて、目線が。あ、で、こちらはですね、ドレッサーです。これはね、あの、前に持ってたドレッサーをここに移したんですけど、ここで試着するときとかも多いので、結構化粧品とかもね、家にあるやつから持ってきたり、ちょっと買ったりしてね、今食べてます。こっちにもゴミ箱可愛いのいてね。あ、そう、これもね、可愛いのいるんですけど。全体的に水色？あ、そう、壁がね、これ水色なの、なんか元から。じゃあ本当は、おさきちゃんね、ピンクの部屋に住むつもりだったんだよね。そう、ピンクのゲーム部屋が良かったの。だけど、これが、もう水色で、もう覆せないから、もうまあ、しょうがなくこれに合わせるかって感じで、水色にしたんですよね。でも、結果的に良くない？水色。え、うん、水色で良かった。水色超可愛い。うん、ゲーム部屋を水色にしてからね、私、水色にハマってんの、今。なんか結構水色の服買うこと多くなったわ。っていう感じですね。まずさ、一言言えるのはさ、ゲーム部屋作ってからゲームしてる姿一回も見てませんうん、してないね。ちょっとね、 Wi-Fi も本日導入したので、うん、本当に？はい、あの、できるわ、やっと。うん、やってください。やっとできる。はい、まあ、まだまだ発展途上なので、また SNS とかチェックしてみてください。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。失礼します。